こんにちは、リアナです。ウマです。今回はスノボーツアーに来る時の私服を紹介したので、今はウェアに着替えちゃってるんですけど、ぜひ見てください。見てね。こんにちは、ゆうちゃみです。はい、今日のスノボーのツアーの服はこんな感じです。靴は映さないでほしい。今日はまあスノボーということで、ちょっとあったかグッズ的な感じでヒートテック着て、ちょっとなんかあったかい、しんちゃんの靴下で、ね、ファンの人からもらったやつ、まあなんかちょっと目立ちたいなみたいなんで、ちょっと蛍光黄色でちょっと気合い入れてきました。ズボンは全部レディーです。なるほど。はい、可愛くないですか。一番目立ってません、ね、この服色的に。イエーイ、ギャル。こんにちは、リアナです。私のスノボーツアーの服装はこんな感じです。だからこれはブランドはよくわからないんですけど、インスタのサイトで買える服です。でこのレギンスはレディーです。で、この靴はアグのスニーカーです。私今回はバスで行くし、楽な格好がいいなと思ったので、もうスパッツとトレーナー、ヒールのパーカーと超ラフな格好できました。バイバーイ。こんにちは、ママです。と今回のスノボツアーの格好はこんな感じです。はい、ってことでめっちゃだるぎで、今からバスってことで寝やすいラフな格好がいいかなと思ってだるぎにしました。パッターがスパイラルガールさんので、中もスパイラルガールさんのパーカーです。で下がアディダスのジャージで、靴がめっちゃ汚いんですけど、エモーダのスニーカーです。以上です。桃から生まれた桃です。はい、私のスノボーツアーの服装はこちらです。テーマ適当、ロジャー&ローの何アウターパーカー、わかんないけど、なんかこれに黒いスキニーはエモダで、靴もエモダですって感じの、今からあの夜行バスでめちゃめちゃ寝るので、すっごく楽ちんな服で来てしまっていませんでした。はい、以上です。ヤッホー、ナギです。はい、私のスノボツアーコーデはこんな感じです。はい、パーカーはあの新田くんの、ビターの新田くんのブランドのラスっていうブランドで、靴は、ジュエティのロングブーツ、ロングブーツです。これを着て、これは H&M のメンズのやつなんですけど、そう、これ着ればまあ足出してても暖かいかなと思って、バッグはベルシカのやつです。最近こういうなんか何ポシェットついてるのめっちゃ好きで、そうこういうの着てます。チロチロリン、ゆずはです。はい、ゆずのスノーボーツアーの服装はこんな感じです。スノボーツアーなんで、なんかそんなに肌とか露出してないけど、寒いからまずはロジャー&ローのアウターを着てきました。これすっごいあったかくて、しかもなんかダウンみたいな感じで着やすいし、おすすめです。こっちの服、トップスはゆずがブランドをプロデュースしているラーミアアリアのロンティーです。後ろにウサギあるとハートで、なんかちょっと可愛い感じのやつ、これも着やすくておすすめです。で生地もね、ラメがあってめっちゃいい感じです。見えるのかな、見えないかもしれない。そして下のパンツはこれジェイダのパンツです。めっちゃ履きやすい、伸びるし。で一番下はフィラの靴です。鈴子なんて今流行りらしくて、そう、身長も出るしいい感じ。はい、こんな感じであんまり系統揃ってないんですけど、あったかいからオッケーみたいな感じで楽しく行ってきます。バイバーイ。こんにちは、ミリちゃんです。はい、私今ちょっとさっき撮影終わりでもうすっぴんになっちゃったんですけども、私の服装はこんな感じです。アウターがロジャー&ローのアウターになってます。でポップスはアベールです。でパンツはアディダス。で靴はチピターさんがやってるシャオンっていう靴です。でこれはビトンで
ターは風通さないんですよ。でしかも濡れない中まで。だから雪にぴったりかなと思いこれにしました。もう上下だるぎです。前回ちょっとなんか割とちゃんとした目の格好で行ったらきつかったんで、もうだるぎでバスは寝ますって感じです。ということで次の方どうぞ。はい、リセリです。スノボーに着てきた服はこんな感じです。あ、これは上下が、ボルカン&アフロダイティっていうところで、靴が多分ウィゴさんです。上は自由かな、多分自由で買いました。でこの服にしたポイントは動きやすいのとちょっと蛍光を入れてギャル感を出してみました。リセリでした。バイバイ。はい、アイメロです。で今回ドレキはこんな感じです。はい、このアウターはベルシュカさんで買いました。でこのトップスはとこのネットで買ったんで、どこで買ったのか分かんないんですけど、この上はもともとセットアップで、これとおソロの下がするんですけど、寒いんですけど、ちょっと可愛すぎ式目でちょっとお腹も出してこんな感じのだるきになってます。靴は R&E です。ちょっと楽ちんなって入ってます。はい、こんな感じです。バイバーイ。はい、アイリです。今日はスノボーに着てきた服を紹介します。私の私服はこんな感じです。なんでこの服を着てきたかというと、裏地が裏肝ですっごいあったかいんですよ。このアウターがめちゃくちゃデザインがギャルっぽくて可愛いので着てきました。でこの下のジャージなんですけど、セットアップでエド・ハーディのやつになってます。これはお気に入りでずっと愛用してるので着てきました。靴はスケッチャーズっていうブランドです。以上、アイリでした。チャオスマーミです。はい、今日のスノボーツアーの格好を紹介したいと思います。こんな感じです。これは服は全部ベルシカさんで揃えました。靴がこれなんだっけ、ドクターマーチンだかな、マーチンのやつ買いました。なんか靴めっちゃ白いんですけど、厚底で身長も漏れるから、これにして雪国に行くので動きやすい格好がいいなと思って、スウェットみたいなやつにちょっと寒いんでモコモコ着て、これ締めて行こうかなってじゃあ行ってきます。アロヘー、マリサです。スノボーツアーに着てきた服を紹介します。こんな感じです。アウターはザラのなんですけど、ママのダウンでダウンがなかったのでママに借りました。このワンピースもザラで買いました。でこの中のやつはちょっとどこかわからないんですけど、家にあったハイネックのやつです。絶対に雪国は寒いので、もう首がないと絶対生きていけないと思ったので首がある服にしました。で靴は6年生の時にスキーキャンプに行ったんですけど、その時に買った靴でちょっとどこのかわからないんですけど、中綿がすごいモコモコになってて、で靴も結構ベチャ靴なので雪の中とかでも歩きやすいと思います。滑り止めがついてるので歩きやすいと思います。はい、こんな感じです。バイバーイ。こんにちは、せいなです。はい、せいなのスノボーツアーに着てきた洋服はこんな感じです。楽な服装したくて、本当もうダボっとしたスウェットにしようかなって思ったんですけど、なんかベルシカ行ったらたまたまなんか安くて、なんかめっちゃ楽そうな服があったんで今日購入したやつを着ました。形もめっちゃ可愛くって、なんか本当楽でいいなと思いました。で色がこれとなんか水色もあったんですけど、真っ白がなんかこう性能着やすいかなと思ってこの洋服にしました。以上です。はい、あゆみのスノボ行く洋服はこんな感じです。これがエゴイストさんで、これがララさんで、でこれが知り合いが出してるパーカー、
ど、めっちゃ後ろの柄が可愛くて、あのインスタで見てください。で、このパンツはシュガーさんで買いました。で、この靴はナイキです。ナイキだけどおしゃれに見せたいので白と茶系で合わせました。全部以上、あゆみでした。はい、ということで私服チェックでした。結構だるぎが多めだったね、うん、私もめっちゃだるぎだった、うん、ちなみにだるぎだったということで、私たちはこれから滑りに行ってきます。行ってきます。頑張ります。バイバイ。バイバイ。 バイバイ。